はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時20分ですね。4月はですね、6日の土曜日でございまして、まったりとした午後なんですけども、日が照りませんね。さっき一瞬照ったかと思ったんですけどもですね、まだ引っ込んだ感じがしています。今日はマーケット開いておりません。開いておりませんからですね、静かって静かなんですね。電話もかかってこないし、メールは来てますね。はい。はい。行きましょう。本題はですね、中国でございまして、大紀元ですね。法輪功系のですね、サイトに出ています記事でございまして。金価格急騰の背後に中国共産党の金爆買いと。いうのがありまして、これをちょっと読んでいきますとですね、こんな感じですね。最近の金価格の急激な上昇は経済評論家でゴールドバグかっこゴールド愛好者と称されるピーター・ジフ氏によって米連邦準備制度理事会の政策の誤りの可能性として指摘されるということでですね、最近金がやたらと高い、2300までいきましたかね、1オンスドルで、1オンス2300ドルですね、1グラムは1万3000ぐらいでしたっけね、なんかそんな感じですね。まあ、私は1オンスドルで見てますけども、だいたいどうでしょう、このですね、半年で 1.5 割ぐらい上がったんちゃうかなと。こういう感じがします。で、なんで上がったんやんといろいろとは説があるんですけども、私はですね、アメリカの政策の失敗というよりもですね、中国の爆買いちゃうんかなと思ってるんですけど、まあそれが最後の方になって、この記事の最後の方になって書いてありますね。ちょっと見ましょうか。外国の専門家ジャン・ニューエンハイス氏は、中国共産党当局が15ヶ月連続で大量の金を購入し、5300トンを超える金を秘密裏に蓄えていると最新のリポートで指摘した。これは公表されている数値の 2.4 倍だ。彼の分析では、中国の金備蓄はドルの価値低下から経済を守る目的があるとされ、中国共産党の行動は世界の金価格上昇の主要な推進力となっているとされていると。これ前から言われていることですけど、中国やたらと金凍ってます。で、中国の政府系も凍ってるんですけども、中国の一般人もですね、中国国内で金を買ってるんです。買えるんですね。で、だから中国の政府と一般人が金を買ってるというのがですね、金に対する強い需要になっていましてですね、それによって金が上昇しているというふうに考えてもいいでしょう。金のアナリスト、ニューハイエンハイスさん、氏は、金価格が上昇すると西側の投資家も金投資を行う傾向があり、中国共産党当局はこの進めるドル離れの動きと相まって貴金属市場にパーフェクトストームを引き起こす可能性があると懸念を表明している。パーフェクトストーム、何やろ、ようわからん。つまり冒頭ですかね。まあ価格が上がる分にはね、損する人が少ないんで、まあいいとは思いますけどもですね、どうなるんでしょうね。中国人が金を買う理由については昨日別の動画で述べましたけども、今中国人は人民元で、稼いでもですね、それをですね、ドルや円に換えられないというジレンマがあるんですね。これは公に規制をされていましてですね、なかなかその人民元を外貨に換えて持ち出せないというジレンマがあります。まあいろんな方法があるらしくってですね、それなりの手数料さえ払えばですね、外貨にはなるみたいですよ。よう知りませんけどね。で、オフィシャルにはですね、
外貨ではないんですけど、金の現物を買うという動きがあるんですね。でこれはですね、異様なあれですね、売れ行きを示していると言われています。で中国人はガンガン金を買ってるんですけどね、まあでも買い方によってはですね、ババを使わされてる可能性があるのも中国でしてですね、金買うたつもりでですね、積み上げといて十何年だったらですね、なんか知らんけど医療が変わってるみたいなことがですね、あったりするようでございましてですね、まあですね、金のつもりやったのに、ただの金メッキでですね、中身は鉛やったみたいなですね、そういう話はよくあります。まあそれはまあ別の話でしますけども、とりあえず今中国人はね、なんて言いますかね、一切自分の政府を信用していないんですね。でさらに言えばですね、人民元という自分たちの通貨もですね、本当のところは信用していないんですよ。でできればドルを持ちたいと思ってるわけですね。で中国の政府にしたところがですね、実は自分たちの通貨人民元に対して非常にこう、まあなんて言いますかね、危ういものを感じているわけなんですよ。で中国は俗にですね、ドル本位制なんてことを言いまして、中国政府が保有するドルですね、アメリカドルですの残高に応じて人民元を発行してきたという経緯があるんですね。でいやいつでもだからドルに変えられんでみたいな、まあそんな感じですね、昔の金本位制みたいなもんです。で最近お金が足りなくなってですね、この原則をやや曖昧にしているこう兆しがあります。つまり持っているドル以上に人民元を発行してるんですね、実は最近。なぜか足らなくなったからです。足らなくなったんで発行してるんですけど、そうすると人民元の対ドルレートがじわっとこう下がってるんですね。当たり前やん、それはそうでしょ。でですね、より一層ですね、外貨持ち出しに対して厳しい制限をかけてるんですね。まあそれでもですね、中国人っていうのはあの手この手でですね、人民元を外貨に変えて持ち出そうとしています。まあその影響もですね、実際のその為替市場に来てるんでしょうね。でですね、中国が目的あれと最低とする防衛ラインとしているところもですね、今じわじわとこう下がってきていますね。中国経済今後崩壊します。もう今半分ぐらい崩壊しますけどもですね、崩壊するとですね、いろんな現象が起こるんですけども、まあ、一番はあれですね、人民元のあれでしょうね、下落でしょうね。人民元が下落してですね、中国の物価が上がるということはですね、まあこうもうスケジュールに乗っています。あとはいつどの程度というだけの問題なんですね。まあお金ないですからね、今中国政府って、で、まあしゃあないからお金を吸ってるわけですけども、もう吸ってるとやっぱしですね、お金の価値が下がる、つまりインフレになるわけですね、物の価値が上がってです、で庶民というか中国人一般、庶民でもないかな、まあちょっと気足の効いた人はですね、どうやら人民元あかんでと思ってるわけですね。でそんな人ほどですね、違う通貨に変えようとしてるわけであって、ただドルや円では持ち出し買いにくいからですね、一回金を買ってるというところは絶対的にあると思います。で金は現物が手に入りますからね、まあきちんとしたもんであればね、なんでですね、それで世界的に金の需要がこうふわっと沸騰してですね、金の価格が上がっているという側面はあると思いますね。これからもだから金は高くなりますよ。だから金はまだしばらくはですね、上がっていくんちゃいますか。中国政府というか中国の今の共産党と私が呼んでいますこの今の政体、中国共産党が支配する中国、この政治体制がですね、まあ5年ぐらいで終わると思うんですけど、それまではですね、上がっていくんちゃうかなと。まあそれがいつかによりますけど、まあ大丈夫ちゃいますか？今年とか来年いっぱいぐらいは。それ、まあ混乱はするでしょうけどね。だからその間金は上がり続けるんで、投資対象としては悪くないと。私は思いますよ。今2300ドルぐらいですけど、まだまだ3000、4000いくんちゃいますかね。はい、約束はしませんよ、約束はしませんけどですね、そうなっていくんじゃないかと思います。ということでこの大期限ですね、今読みましたサイトを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。